こんにちは、りょうです。夏の二の腕痩せ企画第3週目、一緒に頑張ってくれる方はめちゃくちゃ素敵です。今回は座りながらできる二の腕痩せ背中痩せエクササイズ。はじめの種目は万歳から W ポーズ。息を吸って腕を下ろしてあげてね。肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってあげてくれ。手のひらは前に向けて行ってあげるんだ。そう、いい感じだ。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていてくれよな。来週も二の腕痩せに抜群な動画を投稿するから、チャンネル登録して待っていてくれ。それではもう少し。はい、オッケー、ナイスファイト。そうすると次の腕の動き噛んだ。次の種目は片腕を後ろに振っていく動き。息を吸って腕を後ろに振っていってあげてね。スタート。お腹にグッと力を入れて腰を反らないように、肩甲骨から腕を動かすイメージで腕を後ろに振っていてあげてくれ。二の腕痩せ、背中のハミ肉解消、肩幅すっきり、効果が抜群だ。それではもう少し。3、2、1。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は肘を外に開いていく動き。肩に手をつけて肘を外に開いていってあげてくれ。息を吸って肘を外に開くんだ。そう、いい感じ。息を吸って開いていく、吐いて閉じて吸って開いていく。そう、いい感じだ。肩甲骨からこちらも腕を動かすイメージで行ってあげよう。猫背巻き肩改善にもつながって、姿勢がめちゃくちゃ綺麗になるんだ。どうだ、猫背巻き肩改善して姿勢美人になりたいよな。ああ、なりたいんだ。こちらを行ってあげよう。5、4、3、2、1。 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は片腕を後ろに振っていく動き。息を吸って腕を開いていくんだ。お腹にもぐっと力を入れて行ってあげよう。大きく少し斜め下に腕を開いていくイメージだ。そう、いい感じだ。素晴らしいね、その調子。それではもう少し。3、2、1。オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は片腕を引いていく動き。さっきはね、開いていったから、次は引いていく動きだ。息を吸って腕を引いていってあげてくれ。そう、脇が開かないように脇を閉じるイメージで行ってあげるのがポイントなんだ。そのことによって肩甲骨の動きが良くなり、背中のハミ肉解消効果がぐーんとアップするんだ。どうだ、テンションもアップしてくるだろ。そのことで脂肪燃焼率もアップしてくるな。ヤバタリアンだ、ウレピーマンチンジャーローズレベルだ。そう、その調子、頑張って。3、2、1。 OK、 ナイスファイト。そうしたら次の種目、腕を上に伸ばしていく動き。息を吐いて腕を上に伸ばしていくんだ。お腹にもグッと力を入れて肘をしっかり伸ばしていこうな。スタート。こちらも脇が開かないように脇を閉じたまま腕を上にピーンと伸ばしていくんだね。ピーンと伸ばすというこの表現の仕方を僕は今頭の中でピーンと、ひらめいたんだ。こうピーンとひらめいた、そらピーンと、何を言ってるんだこれは。頑張ってくれ、一緒に。そう、僕もダジャレを磨いていくから、あなたも二の腕痩せして自分磨きしていこうな。3、2、1。OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、腕を上げていく動き。息を吐いて腕を上げていくんだ。肘を90度に曲げてあげてな。スタート。90度、伸ばす。 A の字を描くイメージで、頭の上に自分の拳が来るようなイメージだ。見てくれ、なんか僕腕短くないか、腕短いな、腕なんか短くてちょっとあんまり頭の上にね、こう拳がいってないように見えるけど、頑張って伸ばしてる。あの、完璧にできなくてもいいんだ、自分のできる範囲でベストを尽くしてあげられたら素晴らしいよな。5、4、3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目は肩甲骨エクササイズ。頭の上で手を握って、その状態から腕を下ろしていこう。それでは、よーい、スタート。左右に、はい、順番に
そう、腕を曲げて下ろしていくな、いい感じ。肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってみてあげてくれ。二の腕痩せ、背中のハミ肉解消効果、肩幅すっきり効果があるぜ。腕ピーマンだろ。それではもう少し、3、2、1、OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は腕を開いていく動き。息を吸って腕を開いていってあげよう。お腹にグッと力を入れて肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってあげるんだ。スタート。大きく、そういい感じ、羽ばたいていくね。蝶々になったイメージで羽ばたいてあげるだけで、もう蝶ね、蝶、二の腕痩せ、背中はみ肉解消効果を得たいなら蝶々になってくれ。もう蝶だけに蝶になってくれ。これは美しいダジャレなんじゃないか。まるでアゲハチョウのように超美しいダジャレなんだ。もう真面目にアナウンスしてくれってね。はい、頑張って。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、腕を後ろで細かく振ってあげる動き。息を吸って腕を内側に後ろで振ってあげてくれ。スタート。え、ちょこちょこね、こう、なんだろう、かわいいよな。見てこれ、すごくかわいくないか。僕のね、腕の短さも相まってとてもかわいく見えるこのかわいい動き、ぜひやってみてくれ。二の腕痩せ効果バーッと出るんだ。しかも肩甲骨をギュッと、肩と肩を後ろでギュッと寄せるイメージで行ってあげると、背中のハミ肉解消効果もバーッと出るんだ。その調子。それではもう少し、3、2、1、オッケー、牧場、ナイスファイト。そしたら次の種目は腕を横に伸ばしていく動き。腕を床と水平にして、その状態から腕を横に伸ばしていくんだ。スタート。左右交互にテンポよく、はい、腕の位置が変わらないように、下に下がってきたり上に上がりすぎたりしないようにな。床と平行にしてあげてくれ。二の腕を意識してしっかり肘を伸ばしきってあげるんだ。そう、いい感じだ。それではもう少し、3、2、1、はい、OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は腕をぐるぐる回していく動き。後ろ回しで回してあげてくれ。息を吐いて回すんだぞ。スタート。ぐる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 ね。こちらも腕が床と平行になるように、水平になるように構えて、その状態でぐる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 後ろに回していく。これね、意外ときついんだよ。で、指は小指だけピンと立ててあげて、あのさ、こうマイク持つときとかにさ、小指立つ人いるじゃん。あんな感じでこう小指を立たした状態でぐるぐる回すと、肩回り痩せ効果、二の腕痩せ効果、背中のハミ肉解消効果抜群なんだ。そう、その調子、頑張って。オッケー、ナイスファイト。そしたら最後、いい種目、一緒に頑張っていこう。二の腕バイバイ、ね、二の腕のお肉がバイバイするイメージで大きく腕を頭の上でバイバイ振っていってあげてくれ。え、バイバイ、二の腕のお肉バイバイって。でもね、僕とはバイバイしないぜ。また次の動画で会いたいからな。僕にはバイバイしない、これはまた目だ。でも二の腕の脂肪とはバイバイするイメージで大きく肩甲骨から腕を動かして、腕を振ってあげてくれ。そう、いい感じだ。で、結構腕周りさ、背中周りきつくなってきてるんじゃない。でもこのおかげで脂肪燃焼率が上がっている。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたあなたは、二の腕のお肉がバイバイして、背中のお肉もバイバイしてくれているぜ。自分のことをしっかりと褒め褒めしてあげて、一日の中で何か一つでも頑張れたことがあったならば、素晴らしい一日だ。しっかり褒めてあげてくれ。また次の動画でお会いしよう。またね。